316ヤードです。316ヤード、すぐ測れる。そう、一瞬でしたよね、うん、一瞬。めっちゃすごい。 CL2 というレーザーの距離計、綺麗に見える。手前と奥をこう見分けて距離を測定する飼育機能っていうのがついています。そう、しかも可愛い、うん、可愛い、色が可愛い、色可愛いよね。おはようございます。おはようございます。純です。さやかです。今日はですね、ワンウェイゴルフクラブに来ております、はい、ゲストの回です。どうも、どうも、お願いします。ナッティはおなじみ、はい、何回も出ていただいてるんですけど、おなじみ、はじめまして中里幸之助プロです。お願いします。イエーイ。ここホームですけど、私アウェイなんで兄弟とご夫婦、はい、今日はですね、対決をしていきたいと思います、はい、夫婦対私さやかちゃんチームで、うん、交互にボールを打っていって、はい、どっちがいいスコアを出せるか、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。右全然問題ない。右は全然問題ない。こっちから右狙うね。完璧。ナイスショー。よかった。飛んでますよ。よかったです。最終回だけ告知します。伝説の20センチアウト。で最後ちゃんとエッジが。それテロップでいいんじゃない？第2話ぐらいです。伝説のアウト。あれはやば。ね、この初心者でも。行こう。なりそう。じゅっちゃん大丈夫。 OK、 まあよし。本当、はい、うわー、無理だよ、無理だよ。あ、止まってないな、これ。あ、止まった。あ、どうだろう。あれ、あれだよ、これ。入ったかもしれない。まだわかんないよ。いや、これちょっと、いや、やらせなんじゃないかっていうか、できすぎてるから。展開が最後の最後に。いや、忖度、忖度、これはすごいぞ。安定してるんですね。右プッシュやで。いや、わかんない。でも入ったかな。どうだろう。ちょっとね、あの、ポーンって右に跳ねたんだけど、ね、その後がちょっと、ごめんね、じゅんちゃん。大丈夫だよ。わかんない。さあ、これはしぶきだね。やばそうだぞ。やばそうだぞ。ちょっとどうしよう、怖いな。ナイス。ナイス。成功だぞ。いいじゃん、ナイスリカバリー。ありがとうございます。上げてるんじゃないかな。よいしょ。止まった。危ねえ。でもあっちは風吹いてないけどね。上げてる。転がしても。そうね、転がってか。転ちょろはダメだけど。転がして。ここでしょ。こう打った。こう打ってる。
くした。普段反対側からなんて見ないのにえ、スラかなでもこうだよね、明らかにね。スラ、うん、あ、最後、あっち高いじゃん、ヒューンってなって入れ、はい、やだ、集中するか。いやー、これ入る距離じゃねえよ。確かに。今日難しいし。雨だかな、ラインは。雨が降ってましたけど。いや。初めてあんな大喜びしてました。しゅうちゃん、帽子脱げたもんね。取れてたね。もう、溢れちゃった、溢れちゃった。めちゃめちゃ面白い。切れない、おいしい。めっちゃ悔しそう。それやった方がいい。今狙ったでしょ。狙った。結構狙ったでしょ、ね、まあ一応打ってみる。チナッティが、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果はですね、はい、私と、私とさやかちゃんチームがスコア81ですね、はい、404181ですね、はい、夫婦ペアが414283ということで、はい、2打差で私たちが勝ちました。結構いい。そう、最後の3ホール、うんうん、すごい接戦してた。そうだね、うんうん、15番で5打差開いて、そうそう、そっからね、バーディー決めて、ね、こっちがダボダボ急に縮まって、最後本当に負けたかと思ったもん。おじゅんちゃん払うと思ったんですか。いや、全然払うと思ったんですけど。ということで、はい、どうします。あの駅の近くに、あの美味しい吉野家っていうのがあるんですけど。あ、いいか、吉野家で食べる。モスバーガーとかも、モスバーガーとかフードコートがあるから、フードコートがある、好きなもの食べれるみたいな。あ、そうなんだ。ちょっとバスクチェックしてね、うん
しょうね、視聴者さんどうでしょう。良くないと思います。まあでも私今日プレーがダメだったんですよ、うん、本当はねもうちょっとできるよね、うん、遅い、もうちょっと、もうちょっとできるんだけど、うん、だからちょっと料理で挽回したいな。お、うん、お、ということは、いいの、うん、じゃあ2人の愛の巣にお邪魔してもいいってことで、いいですか、はい、おお。え、そしたらプロゴルファーの家初公開ってなりますか。いいの、そんなことする。てかあの入るとこまでは撮らないで、うん、部屋から、ね、よくあるやつね、うん、モザイクかけて、モザイクかけてね、ちゃんとモザイクかけてかけます。じゃああとまあリベンジも、うん、ね、したいね、したいね、うん、どうしますかリベンジ、うん、どうしようか、やってあげてもいいですよね、うん、あれ結構ですあ、いやいやしたいよ、悔しいでしょ、悔しいもん、そうですよね、悔しいですよね、はい、じゃあということで今日は本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。